こんにちは、藤井元気です。今日は高橋洋一さんを招いて対談するんですけども、高橋さんね、岸田政権になって随分株価下がりましたね。そうですね。菅政権の時は上がったんですけど、そうですね。がってますね。やっぱりこれは、あの、基本岸田さん増税病じゃないかと説がありますが、増税体質っていうのは。増税の遺伝子は増税。遺伝子のままでしょう。増税遺伝子。ということで。 で、まあ今日はそのガソリン税の問題とか金融取引税の問題、はい、詳しく伺いますけれども、なんか岸田さんの周りって、遠赤関係も親戚も含めて、そうです。財務省に周り全部がっちり囲まれてるんですって。そうです。あの、親族会議室と財務省の官僚が5、6人いるんじゃないかなその関係感じるですねあ。あ、そうか。ええ、そうす、それとまた、宮沢家とも遠赤そうです、ね、深い関係にあるあの。宮沢家はほとんど奥田官僚ばっかりですから。まあ、あの、宮沢一さんですよねああ。首相をやったね。 あのファミリー。岸田家と宮崎遠石ですからね。それでみんな同じとこ住んでますんでね。うん、だから、ね、日常的に、うん、あの財務省の人が接触していると思いますね。うん、うん。そしたらやっぱり基本スタンスは、うん、まあ財務省のスタンスが岸田さんのスタンスと考えていいでしょうかょういいでしょうしょうがないですね。しょうがないですね。そういうわけです。<laughs> えー で、これは、まあ、ズバリ言っちゃうとそういうことなんですけども、それで、まあ、あんまりですね、日本の景気って言いますか、経済、実態的に良くするっていう、またですね、方策も打ってくれないし、で、あの、金融取引でなんか、言わんでもいいだろうなと思うんですけど、やっぱり、本音っていうのかな、ポロポロって出るたんびに株価ドーンと下がったりなんかしてですね、<laughs> うん、ええー、まあ、でもこれは今んところは控えてるでしょうけど、参議院、 もうにはやっぱり金融取引所の問題出てきます、ね、まあね、あの、もともと持っていることですからね。もともと持ってるから、ね。持ってることがすぐ出るって、何 <laughs> か言われてもまた出るんじゃないですかね。ということのようですから、岸田内閣が、 まあ、ある限りと、別に僕、岸田さん、個人的に恨みは一切ないですよ。えー、だけれどもですね、この、お経済対策、特に株価の方はかなり節分的ないんじゃないかな、という思いがいたしました。<laughs> そこら辺の話、今日は詳しく高橋祐一さんに伺います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。